どうも、今回はニュースの加藤茂明さんの性格と運勢を見ていきたいなと思います。加藤茂明さんの性格は、初めは警戒心が強く慎重なために他人と自分の世界の間に壁を作りますが、一旦大丈夫だと思うと少しずつ心を開きます。ただ明るい場所は眩しすぎて疲れるので、柔らかい光の中で過ごしましょう。音にも敏感に反応して極端にびっくりしたり神経に触ったりします。幼い頃に苦労の暗示がありますが、負けず嫌いで芯がしっかりしていて困難にも立ち向かう勇気があるので乗り越えられるでしょう。その苦労さえ乗り越えられれば、信じられないほどの素晴らしい才能を手に入れることができるでしょう。次に加藤茂明さんの運勢を見ていきたいなと思います。器用で実力もあり、専門的な分野で成功する人生です。平穏無事な生活を望んでいますが、波乱万丈となりやすく、かなり浮き沈みは激しいでしょう。運の急な変化も暗示され、転落することもありますから気が抜けません。性格は義侠心があって、情が深く、困っている人に頼られると嫌とは言えず、自分までトラブルに巻き込まれるようなところがあります。また自分の考えがありそうで実はなく、人の意見に左右されてしまうところがあり、肝心なところで弱さが出てしまうので、もっと強い意志や冷静さが必要でしょう。深く考えずに行動してしまうところを改めないと失敗につながるので、焦らずよく考えてから行動するように心がけましょう。いつも体のどこかが良くない暗示があるので、落ち着いて行動するようにして、食事にも気を使った方がいいでしょう。今回はニュースの加藤茂明さんの性格と運勢を見ていきました。